今日はカワセミを取りに来ました。もう飛び物を撮れるカメラなんでね、もうカワセミとか撮りたかったんですよ。ちょっと寝坊したんですけど、なんとか6時台には着くことができました。今大ゲラが鳴いてたね。雨降ってきた。なんかカメラ構えてる人いるな。出た、やっぱりね。嵐の中、餌を探すカワセミ。うん、立ったね。まあ、うん、結構濡れてるな。ちょっとこっち逆光だけど。ちょっと多いかな。こちらが現像後の写真たちとなります。まあ現像とは言っても僕はあまり時間をかけられないので、ライトルームを起動して自動現像ボタンを押すだけなんですけど、このように基本的に鳥瞳 AF がバッチリ決まっていて、水中に姿が隠れた直後だけはさすがに途切れたんですが、なんと3コマ後にはしっかり瞳をキャッチしています。手持ちでパッとこれが撮れてしまうとは、まあさすがアルファ1というところでしょうか。まあ、僕はあんまり撮影技術は高くないので、あくまで参考程度に見ていただけると幸いです。ちょっとチラ見せですけど、キャメラマンいっぱいいますよね。10人ぐらいね。あっちに移動しちゃったんだよね。隣の浮島がぷかぷか浮いてるやつだから結構接近してくる。たまにたまに枝がかぶってしまう。しかしカワセミはあまりお構いなし。ちょっと日が差してきた。雨が止み、雲が晴れ、さっきの、ね、逆光の写真もすごい水しぶき綺麗ですけど、やっぱ人工の方が色が出ますよね。しっかりとね、こっち見てると、はい、こっちこっち、俺だ俺だ俺だ。
気のせいか。今日なんかカワセミしかいないんですけど、全然姿を現してくれない。たまに鳴き声聞こえますけどね。まあ僕はペットじゃないので大丈夫ですと。すごいすごいすごい、でかいトンボが産卵中だ。オスとメスってことは黄色と青いの。寂しい。え、こんな風に産卵するの2匹で。ゲット。え、ナガちゃん、ちょっとモフモフ感がないな。いいね、ポンゴンゲット。おけつ、お、え、メルコット。いいね、抜けが良くて、うん、なんか捕まったな。葉っぱに、なんか、うん、捕まったの。すげえ長時間ぶさってる。大丈夫？足引っかかったの？トト、目線の高さ。コケラちゃんゲット。あの穴に固執してるな。かなり執念を持ってあの穴を突き倒している。オラ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 。あー、隣の穴つながってんのかな。あの辺に虫がいっぱいいる。高さがある地形だから目線の高さで、こんな感じでね。今ちょっと高台の上にいるんで、下の木に止まっている人たちはかなり見れますね。ちょっとね、水鳥が全然いないんですけど、それだけ今日はちょっと残念かな。まあカワセミがいるからね。カワセミ来た。よいしょ。来ましたよ。また同じ竹か。絶対あそこなんだ。どうした？魚を持って長距離移動したぞ。やりおる。50メートルぐらい飛んでった。くわえたままあんまいけんだね。ピンと合ってないね。魚くわえたまま50メートル以上飛んでったぞ。す